はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はね、あやかし通り、まあ超あやかし通りですね、こちらのガシャドクロからコインを大量にゲットしましたので、今日はガチャをねどんどん回していきたいと思います。さあ、5つ星コインで赤いウィスパー、はい、A ランクヘコキジン、まあ持ってるけど A ランクなんでね、まあ嬉しいって言えば嬉しいよね。このガシャドクロいいよね、結構コインをたくさん落としてくれるんだよね。さあ回します。さあ何が出るのか、青いウィスパー、どうだ、おー、 E ランクトホホギス、これも結構持ってるけど技のレベルアップ、嬉しいですね。さあどんどん回します。ウキウキコイン、さあ何が出るのか、ただならぬ気配を感じますね、おー、 E ランクコバカワールド、結構このガシャドクロはね、どうだろう、3回に1回ぐらいコインが出たかな。あとはおにぎりが出たり何も出ない時があったり、ちょっとねこの辺の確率はねよくわからないんだよね。すごくたくさん出るっていう人もいれば、全然コイン出ないよっていう人もいるし、どうなんだろうねこれ、ちょっとその辺の確率がよくわかりませんけども。さあ回していきます。青いウィスパー、おー、 C ランク白が出ました、おー、技のレベルアップです。さあラスト緑のコイン、さあ何が出るのか、 S ランク来てくれ、回します。ドキドキするね、青いウィスパー、おー、 E ランク昆布さん、微妙です。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。